キャリコ M100 は1986年にアメリカのキャリコ社が開発した自動小銃である。独特のデザイン、特に通常の銃とは大きく異なる構造の横断、数相弾弾層を持つ自動銃器であり、もともとは拳銃弾を使用する民間が向けのセミオートライフルとして開発された。22LR 弾を使用するほか、9mm パラベラム弾を使用するモデルや、 フルオート射撃可能な公用向けの短期艦銃型がある。独特の機構で知られる銃であったが、横断数相談断層には問題も多く、信頼性には難があった。アメリカ合衆国の銃規制によって民間用銃器は11発以上の相談数を持つ断層を使用できなくなり、最大のセールスポイントを失ってしまった上、軍用。 警察用としては信頼性が低いとして採用されなかった。結果、キャリコ社は経営難に陥り倒産している。キャリコ社は1990年代には経営を再建し、M900 の名称で QX19mm モデルを販売したが、信頼性の問題は根本的には解決されておらず、民間が向け、公的機関向けともに、 セールス的には成功しなかった。M100 シリーズは、その独特の気候や外観から、トイガンのモデル元やフィクション作品に登場する、銃としては、知名度が高い。作動方式は、オーソドックスなディレイドブローバックだが、9mm、パラベラ無断を使用する、M900 シリーズでは、H、H&KG3 に近いローラーロッキング方式に変更している。 最大の特徴は、ヘリカルマガジンと呼ばれる断層である。これは、円筒状のケースの中で弾薬を、螺旋状に配置するというもので、コンパクトな見た目とは裏腹に、最大100発という横断数を実現した。断層内部には独特な形状の弾送り装置があり、これが、バネと全イの力で回転することで、断層内の弾が螺旋状に前方に送られる、という機構であった。 通常の銃器では弾倉を銃波の前方や内部に差し込むのに対し、M100 はグリップより後部、ちょうどストックの真上に弾倉を配置している。なお、はい、鞘口は 22LR 弾タイプでは、銃の右側面、9mm 弾子タイプでは、トリガー前方に設けられている。M100 シリーズは非常に独特なシステムで知られる銃だったが、最大の特徴である。 大容量断層の螺旋式機構は問題も多く相談時に全イを十分に巻かないと玉送りが止まってしまう上螺旋状の断層から薬室への装填が断層から送られる玉と交代した有定の位置とタイミングが正確に合わなければなされないため相談不良の発生頻度が非常に高いものとなり信頼性に難があった重心が長い割に命中精度が 特に高いわけでもなく、独特の弾層構造は、射撃を続けるに従って、銃全体の重心が前方に遷移するという問題もあった。アメリカ合衆国では1994年に施行されたアサルトウェポン規制法によって、民間用の銃器では11発以上の相談数を持つ弾層を使用できなくなり、横断数相談という最大の特徴を失ってしまった。 軍用、警察用としては、すでに H&KMP5 などの優秀な短期間銃が採用されており、信頼性が低く、他の銃に比べて特に優れた点もないとして、どこにも採用されなかった。使用弾薬を変更して、作動方式を刷新した M900 も、断層構造に起因する装填不良の発生頻度の高さという問題は解決できず、 やはり信頼性に問題があり、民間が向け、公的機関向けともに評価は高くない。しかし、実用上の問題は認識されつつも、その得意な機構と外観から M100 シリーズは変わった銃としての知名度は高い。M100 は、後継や用途に応じて多数のバリエーションがある。形式番号は、発売順に付けられている。 M950、M960、ありがとうございます。